んこんにちは、アンジです。いつも動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、健康美人30代になるための秘訣ということですね、お届けしたいと思います。はい、まあ僕の30代を振り返るとですね、もう不摂生極まりなかったんですよね。もうお酒は飲むわ、タバコは吸うわですね、夜更かしはするわでですね、あとはサーフィンで日焼けしてですね、真っ黒やったんですよね。もうそんな30代の自分にね、僕はこれお届けしたいぐらいなんですよ。まあ僕も今50歳なんですけど、なんとか老化を食い止めながらですね頑張ってるんですけども、もう30代からはですね、外見だけではなくてですね、内側からのケアも大切にしないといけないということなんですね。まあ僕の仕事からの観点からですね、その内容をお届けしたいと思いますんで、これから30代の方はですね、外見だけではなくて中身からこう美しくなりたい方はぜひね、最後まで見ていただけたらと思います。まあこれはですね、年齢別ではなくてですね、運動と食事とメンタルなんですね。この3つを整えていけばですね、確実に老化予防であったりとか美しくなっていくんですね。まあショート動画でもね、お届けしたんですけども、具体的にね、対策をお届けしたいと思います。ではですね、1つ目、カラフルな野菜と果物なんですけども、これはですね、ビタミン、ミネラル、抗酸化物質が豊富に含まれている野菜と果物を摂取してくださいということなんですね。例えばですね、赤やオレンジの野菜や果物はですね、ビタミン A やカロテノイドが多く含まれててですね、肌の健康をサポートしてくれるということなんで、お肌の健康を、ね、保ちたいのであれば、赤やオレンジの果物や野菜を積極的にとってほしいと思います。はい、次が2つ目なんですけども、健康やね、髪やお肌のためにはですね、タンパク質が重要ということなんですね。鶏肉、魚、豆類、ナッツ、シード類などのですね、タンパク質をですね、バランスよく摂取してほしいと思います。はい、次が3つ目がですね、健康な脂質ということなんですけども、健康な脂質を摂ることによってですね、お肌の健康と美しさにも影響が与えるということなんですね。オメガ3脂肪酸が多く含まれている魚ですね、サーモンやマグロ、あとはアボカド、ナッツ、オリーブオイルなどをね、取り入れてくださいということですね。あとはですね、全粒穀物ですね、白米やですね、食パンではなくてですね、全粒穀物を選ぶことによってですね、食物繊維や栄養豊富に摂取することができるんですね。あとオートミール、玄米とかですね、そういったものをね、摂取する方がいいかなと思います。はい、次5つ目がですね、水分摂取ですね。十分な水分摂取はですね、美容と健康にも重要なんですね。この水分摂取はですね、積極的にとってほしいと思います。特に女性はですね、水分をたくさん取ることによってですね、汗をかくことによってですね、このメイクが崩れるとかですね、ちょっとそういうことがあってですね、なかなか水分をね、こう積極的に取らない方が多いんですけども、ぜひ水分摂取もね、積極的に取り入れてほしいと思います。もう一つの対策がですね、運動編なんですけども、一つ目がですね、有酸素運動になっております。心肺機能を改善してですね、脂肪や代謝を促進するために有酸素運動がおすすめということなんですね。で、ウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動を週に3回30分以上行ってくださいということですね。これはですね、40代50代ですね、回数がちょっと違ってきたり時間が違ってくると思うんですけども、これは年齢のですね、筋肉筋量の違いでですね、まあ、30代なんでね、多少の負荷をかけるためにちょっと回数が多いと思います。はい、次がですね、2つ目、レジスタンストレーニングっていうものなんですけども、筋力をアップさせて代謝を高めるためにレジスタンストレーニングが効果的っていうことなんですね。自重トレーニングはダンベルを使ったトレーニングですね。あとは全身の筋肉をバランスよく鍛えることを目指してほしいっていうことなんですね。週に2、3回のですね、2、30分のトレーニングが OK なんで、これも積極的に取り入れてほしいと思います。次3つ目がですね、ヨガやピラティスですね。柔軟性を向上させて体のバランスや体幹を鍛えるためにですね、ヨガやピラティスをですね、取り入れることもお勧めしております。またストレッチもですね、姿勢の改善にも役立ちますんで、週 1、2回ですね、そういった方法も取り入れていくことによってですね、この体が外側だけではなくて内側からね、整っていきますので、ね、実践してほしいと思います。はい、もう一つがですね、これヒートっていうものなんですけども、高強度インターバルトレーニングっていうんですけども、短時間で効果的なですね、運動効果を得るためにはですね、このヒートを取り入れる方が非常に多いんですね。このですね、高強度の運動と休憩を繰り返すことで代謝が活発化されてですね、この週に1回10分から20分のですね、ヒートトレーニングを行ってみてくださいということですね。まあ、あとはですね、ストレッチや瞑想ということなんですけども、これはですね、体のリラックスとストレスの解消のためにね、ストレッチや瞑想をですね、行うことも、重要かなと思います。
日常生活の緊張もほぐしていってですね、体をリセットして翌日の仕事に挑むということですね。こちらのストレッチや瞑想というのはですね、寝る前にお風呂上がりとかでですね、まあ、10分ぐらいしていただけたらなと思うんですけども、これを行うことによってですね、あなたのですね、外見だけではなくて内面内側から整っていって健康に美しくなれると思いますので、ぜひね、できるところからですね、実践してほしいと思います。またあとはですね、補足なんですけども、こちらの白い炭酸生態スプレーですね、これをですね、体に吹きかけてからトレーニングしたりとか、寝る前にかけたりとかですね、メイク前にかけていただけることによって血液の循環が上がるんですよ。血液の循環が上がることによって筋肉であったりお肌にですね、栄養素が送り込まれやすくなってですね、お肌の活性化、筋肉の活性化にもつながりますので、ぜひこういったですね、炭酸生態スプレーを使いながらですね、日々のですね、美しさを保ってほしいと思います。またね、こちらの UV 革命さんとですね、コラボ商品もですね、今発売中なんで、よかったらこちらの方もね、概要欄に貼っておきますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、まあ、これでですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。Thank you.